got going on here? Alright, I got quests to do to that guy at a higher level. オーダーが発令されている。確認してくれ。ニャンチョコを食べる？ Didn't see if the Devil May Cry thing started yet. お帰りなさいませ、ご主人様。おぞましい悪魔のご所望。今日も絶好調！ボンボン！Whole thing, huh? Hello, Mega Tube. 調子はどうだい、みんな。今日も絶好調、メガキンです。ブンブン。前回の動画で紹介した企画、覚えてるよな。ファンのキッズたちに集まってもらう例のイベントさ。Whoa, whoa. What kind of vid was this? 嬉しくて泣いちゃいそうだぜ。イベントまであと3日。当日はめっちゃ楽しそうで。Films, shit. もちろん、イベントの模様は動画で公開するから。当日来れない君もお楽しみに。それじゃあまた。I get pedo. やあ、暇してるかい？それなら話が早い。割と急ぎの頼みがあるんだ。俺が動画で告知してるイベントのことなんだけどね。今、子供たちの間でブームになってるゲームアプリがある。実は、ブームのきっかけは俺の動画なんだけど、それはともかく。そのゲームで遊んでる子供たちとリアルに集まって遊ぼうって、そういうイベントをやるんだ。一緒に対戦したり、交流したりね。Yeah, that's not creepy at all. 参加者も募集して、会場も抑えて、あとは当日を迎えるだけ。ってところで、問題が起きた。でかいプロブレムだ。アーコライツだよ。イベントへの応募メールの中に、偽装メールが何通か混じってた。ソンシャンの解析によると、出どころはアーコライツで間違いない。どうやら何か企んでるらしい。俺はアコライツには名が知られてるからね。人気者は辛いよ。けど、楽しみにしてくれてるキッズのためにも、すでに動き出している企画を中止にはしたくない。そろそろ、この辺で俺の言いたいことさせてくれたかい？ If I have any younger brothers or sisters? マジかよ。鈍すぎるよ、まったく。つまり、イベントの警護に協力してほしいのさ。他のメンバーにはもう動いてもらってる。いつもみたいに生かした働き、期待してるぜ、ルーキー。さて、これから会いに行くのは、イベントの特別ゲストだ。例のゲームのランキングで1位の常連、いわゆるトッププレイヤーってやつだな。ハンドルネームはヤンツー。事前打ち合わせってわけじゃないぜ。これも警護の一環だ。考えても見てくれ。イベントの当日は俺たち D2 が総掛かりで警護に当たる。そんな場所じゃアーコライツだって手を出しづらいだろう。ならばどうするか。ホムンクルスで関係者と事前に入れ替わっておくですね。大正解。さすがは頼れる助っ人、福本和文くん。ただのショップ店員がどうしてですか。何を置いても主人を助けるのが執事の務めですからね。おっと、
そんな殊勝な羊さんだったとは知らなかったよ。羊業は研究費のために仕方なくじゃあなかったのかい？おっしゃる通りです。でもまあ他ならぬメガ金の頼みですからね、断れません。それより今日の仕事ですが。ああそうそう、ニャンツーの件だ。俺は彼女がアコライツに狙われる危険があると見てる。事前にホムンクルスと入れ替わり、警護をすり抜けて会場に入る。襲撃するならこれが確実だからな。それで警戒しにやってきたというわけですか。しかしアコライツもこんなイベントをこそこそ狙うとは、なんというか姑息ではありませんか。連中のやり口はいつだって汚ねえさ。でもまあ確かに今回のは小物っぽい動きだ。おそらく組織で名を上げたい下っ端の目論みなんだろうぜ。ああそれはありえますね。迷惑極まりない話ですが。メガキン。えいよ、どうした。例のニャンツーですよ。通学路の監視カメラで追ってるんですが、問題発生です。下校中の彼女をつけてる変なのがいる。どう見ても同級生とかじゃありませんね。ビンゴ、どうやら予想は当たりみたいだな。ソンシャンはそのまま監視を続けてくれ。俺たちは彼女の元へ急行する。了解。ゲームのトップランカーというから廃人を想像してましたが、可愛らしい中学生なんですね。腕前が重要なゲームだからな。純粋にゲームが上手いのさ。だからリスペクトされてる。だからゲストに選んだのさ。まずい。ご心配なく。事前に仕込んでおきました。こういうこともあろうかと。さすが頼れる羊くんだね。よっ、そこまでだぜ演出者。オーケー、ホムンクルス、予想通りだぜ。彼女に気づかれる前に片付けちまおうぜ。デビルダウンロード。Should be downloaded indeed.慣れたかな。よし、他に気配はないか。なさそうですね。
ならこのまま彼女をガードして家に帰らせよう。あ、メガキンだ。本物？いやあ、ニャンツー、ご機嫌はどうだい？ちょうど君の家に向かってたところさ。イベントの打ち合わせと行こうぜ。もちろんご両親も一緒にね。今のうちに彼女の家の周囲に仕掛けをしておきましょう。これはお札です。いわゆる呉符の類ですね。これを周囲に貼っておけば悪魔の侵入を防げ。僕自身は専門家ではないので大したことはできませんが、アイテムを使えばこれくらいはできるんですよ。さっきホムンクルスを足止めした犬神もそう。まあまあ高価な品ですが、僕はメガキンに借りがありますから、これくらいはね。あんな変な人たちと一緒に執事をやってるのもそのせいです。本当は民族学者なのにね。やれやれですよ、本当に。それは Actually, he is a young child. 打ち合わせも終わったし、引き上げようぜ。見送り、センキュー、ニャンツーガール。来てくれてありがとう、メガキン。イベント楽しみにしてるね。ああ、俺もだ。当日は頼んだぜ、ニャンツー。任せて。何やら嬉しそうですね、メガキン。うん、あー、いや、ちょっとばかり噛みしめてたのさ。楽しいってやつはやっぱいいもんだなって。動画配信者のサガというやつですか。まあそんな感じかな。さて今回のイベント何としても実現するぜ。気合は入ってるかい、二人とも。やれやれ、熱血は苦手なんですけどね。いやーどうもメガキンさん、待ってましたよ。どうもミスターコータ、わざわざ時間を割いてもらって申し訳ない。いやいや、僕も楽しみにしてるんですよ、例のイベント。あのゲームには僕も本当にハマっててね。もう何回仕事の締め切りがやばくなったかで、視聴者プレゼント用の色紙についてでしたっけ。あれはイラストレーターのコウタさんです。彼もイベントの特別ゲストなんだそうですよ。今日足を運んだのももちろん警護のためです。ニャンツーさんが襲撃された以上、彼も狙われる可能性が高い。よう、お待たせ。打ち合わせは終わりましたか。ああ滞りなくね。もちろん本題はここからだけど。張り込み中のリカさんたちは、なんと怪しい人物がいるってさ、襲撃がありそうだよ、予想通り。なあ、ルキー、君はどう思う？アコライツに目をつけられてるイベントなんて、中止すべきだと思うかい？そうか、それも一つの答えかもしれないね。でも俺は、こう思う。静かに隠れろ。あれはミスターコータか。おかしい、彼はまだこっちの事務所にいるはずだ。俺たちに気づかれずに事務所を出るのは無理。とすれば
あれはアコライツのホムンクルスでしょうね。ミスター・コータとすり替わるつもりでしょう。だろうね。わかりやすくて助かるよ、本当に。行くぜ、ハサミ撃ちだ。ハロー、ミスター・コータ。どうしたんです？約束の時間はもう過ぎちゃってますよ。いや、メガキンさん。お待たせしちゃいましたか？大丈夫。お気遣いは無用。どの道すぐに済みますから。偽物さん。来い、僕の悪魔たち。力になれたかな。さっき言いかけてた話だけどさ、本当はイベントを中止すべきなのかもしれない。でも俺はどうしてもそうしたくないんだ。そうだね、それは否定しないさ。でもね、今回のイベントの参加者はみんな子供たちだ。きっと楽しみにしてくれてると思うんだ。友達に自慢してる子もいるかもしれないね。なのにそのイベントが急に中止になったらみんながっかりするだろうね。すごく。ルキ、君は経験ないかい？子供の頃、大人の都合で楽しみが奪われたこと、予定していた旅行が取りやめになったりとかさ。まあよくあることだよ。大抵は仕方のないことだ。大人になって振り返れば大したことない些細な思い出。でもね、その時に傷ついた気持ちは本物なんだ。俺は俺の動画でそんな思いをしてほしくない。悲しいこと、辛いことがたくさんあっても俺の動画を見てる時だけは楽しい気持ちになれる。そういう配信者でいたいと俺は思うよ。それはそれであなたのわがままではありませんか？相変わらずきっついな、うちの羊くんは。でもまあその通りさ、これは俺のわがまま。でもだからこそ突き通すぜ、このわがままをね。イベントの邪魔はさせない。楽しいを壊させない。付き合わされる我々はたまったものではありませんね。いつか穴埋めはするからさ、勘弁してくれよ、アイメン。ご心配なく、慣れていますから。付き合いますよ、どこまでも。ここがイベント会場だ。次はここをチェックするぜ。何か仕掛けられていないか念入りに確認が必要ですね。チェケラ、
そういうこと。羊くんは防御の方を頼むぜ。ゴフに警報、悪魔のトラップ。何でもいい。アーコライツの侵入を防げるようにしてくれ。経費のことは気にせずバーンとやっちゃってよ。相変わらずこういうことには驚くほど気前がいいですね。俺はこういうことに使うために稼いでるようなもんさ。それにしても大きな会場ですね。そりゃそうさ。だってみんなで遊ぶんだぜ。遊び場は広い方がいいに決まってる。個人の動画配信者がこの規模の箱を借りられるのですから、なんというか時代は変わりましたね。そう、時代は変わったのさ。動画配信は今や立派なエンターテインメントだ。誰だって楽しめるし、誰だって楽しませる側になれる。そりゃ中には悪意を伝播する連中もいるけどさ、俺たちは全員や楽しいって気持ちも伝え合うことができる。誰かの押し着せじゃなくね。 OK。 まあついでに俺も目立てれば言うことなしさ。確かに昔のあなたならこの箱を埋めるなんてとてもできませんでしたよね。おお、痛いところつくね、羊くんは。ご存知でしたか？メガキンはもともとは売れないラッパーだったんですよ。売れないは余計だよ。それが動画配信者になった途端、メガチューブのヒーローです。本当に時代は変わるものですね。Oh no! This woman is suspicious. おっと、お客さんのご来場だ。Not even move.Thinking's just all kinds of fucked up. 何をこそこそしてるのかな、ホムンクルスちゃん。That's hot. バクダンね。そんなところだと思ったぜ。チケットのないお客様にはお帰り願いましょう。Yeah. まったくだ。行くぜ。Did the localization while watching Happy Days? That sounds just decent in general.See if that fixes anything. We're doing it.Still very much not synced up. Move to another app if that'll fix it.見ておいて正解だったぜ。他のメンバーにも連絡しておいた方がいいな。ルーキーは羊くんとここで待っててくれ。
あれ？どんな？メガキンはどこかに行ってしまいましたか？請求書を渡そうと思ったのですが。使ったアイテム代金の一覧ですよ。あと爆弾の解体費用。大丈夫です。彼はこのくらい平気で出します。もちろん必要経費以上の額は請求はしていませんよ。前にも言った通り恩がありますからね。いえいえ、恩ですよ。借りがあるんです。そうですね、別に隠すようなことではありません。早い話、彼に資金援助をしてもらったことがあるんですよ。僕が研究しているのは民族学の中でも異端でしてね。何しろ土着の悪魔やらジュグやらの研究をしているわけですから、研究費を打ち切られましてよくあることです。それで途方に暮れていた時、メガキンが研究費用を提供してくれたんです。正確にはクラウドファンディングを使って資金を集めてくれたのです。彼らしいやり方ですよね。どんなに感謝したか分かりません。あの家で執事の真似事をするようになったのもそれからです。どうせ研究費を稼ぐなら彼の役に立ちたいとね。へえ、何を話し込んでるんだい、お二人さん。おっと、経費の話か。結構いったね。払えますか？いや、もちろんもちろん。子供たちの笑顔のためなら安いものだ。The null's money on children. Alright, relaunching it. Seems to be working.スーちゃんのプレイ生で見ると本当にすごいね。動きが早すぎる。それで考えながらやってるのマジで。でももうこの辺は慣れちゃってるからね。コウタさんのやり方も面白い。私も試す。みんな上手すぎ。俺にもちょっと教えてくんない？メガキン超下手。Right until the end, where they're no longer happy. Yo, Ruki, Tsuji-kun, otsukare-san. Otsukare-sama desu. Buji ni owatte nani yori desu. Dou yara, Acolytes mo tedashi o akiramete yō desu ne. Ah, okage de tanoshii ibento ga dekita yo. Hontou ni minna ni wa kansha shiteru yo. Problem, Shoumou. Wagamama wa tsukitousemashita ka?Of course! みんなの笑顔が何よりの証拠さ。それはよかった。執事冥利につきます。ライブ動画の再生数も過去最高、広告収入もうなぎ登り。その照れ隠しがなければかっこよかったんですけどね。執事君にはかなわないね。でもみんなに見てもらえてなんぼだからさ、動画ってやつは。それより今回の件のお礼をしなきゃだよな。
何か情報あるかい？おすすめマイナー映画のリスト？それとも高性能ラジコン？それはあなたの趣味でしょ？そうですね。ではこういうのはどうでしょう？オーケー、何でも言ってみてよ。売れないラッパーとして活動していた頃のメガキンのラップを聞かせてほしいです。オンボーイ。おお相変わらず厳しいね、うちの羊くんは。何でもと言ったように聞こえましたね。せっかくなのでアジトのみんなも招集しましょう。きっと楽しい夜になります。オーケーオーケーだよ、それを言われちゃ引き下がれない。いいとも、聞かせてやるぜ。Oh, this is gonna be douchey. Entertainer! みんなを楽しませるのが俺の使命。俺のライムに腰を抜かすなよ。Okay then. I'm gonna do it on hard mode too.某所から動画をお届けします。まずはちょいとしたニュースから。先日地下アイドルのライブで大捕り物があった。ライブ中にファン同士で揉め事が発生。まあよくあることだな。なんと現場に居合わせたユーザーから動画を提供されたぜ。俺たち今日も全力で応援したよ。さ、最高だ。今日も最高だった。まさに生きる喜び。ありがとう。はい、それじゃあライブも一段落したってことで、みんなに忠告なんだけどさ。え？またかよ。これさえなければなあ。少人数だし、私頭いいから一回見たら顔を覚えられるんだけど。この自分のことも覚えてくれている。嬉しいな。前回言ったよね、一人三人は友達連れてこいって。何この人数、ここ60人は入るのに来てるのが13人って何？なんで増えるどころか、前回から2人も減ってるわけ。私もさ、歌やダンスとか頑張ってるんだから、みんなも頑張ろうよ。だいたい私がもっと売れれば初期からのファンだって言われるし、お互いに得だよね。バカでもそれぐらいはわかるよね。もっと頑張ろうよ。友達いないなら作ろうよ、私のためにさ。はい、そこ下打ちしない。え、はい、いい。基本ルール、ステージにファンが登っては。うるせえって。なんだよお前は。いつもいつも偉そうにしやがって。応援してやってるのに見下してんじゃねえよ。ファンの俺たちをなんだと思ってるんだ。グミ。ちょっと触らないでよ。おい、そこまでだ。それ以上するなら自分が相手になる。なんだこの肝デブが。突っ込んでろ。それは無理だ。チオニャンのファンとして見過ごせない。悪いが力ずくで止めさせてもらおう。
んだこれ。ちょっと殴り合いたいなら好きにすればいいけど、飾りとか壊さないでよ。この後ファンの大半を巻き込んでの大乱闘。A whole six people. そのまま警察殺到で現場は大混乱し、最終的には秋葉の一角が完全封鎖されたってんだから面白い。後半で提供されたその事件動画の全容を公開するぜ。お、た、の、し、み、に。それじゃあ次はいつものコーナーだ。今回の動画、随分シュールなニュースから始まりましたね。何やってんだよって話だよな。まあ、やつらしいといえばやつらしいんだが。お、どうしたんだ、そんな不思議そうな顔して。先ほどの、結局暴れてしまったファンの話ですよ。まあ、そのうちに会えるかもな。それよりも、だ。今日集まってもらったのは、こんな話をするためじゃない。はいはい。アコライツだ。拠点の拡大が止まらない。なんだ、てっきりパーティーでもするのかと思ったのに。えいえい、シリアスな話だぜ。マジになれって。あのね、今執筆の筆が乗ってる時なの。ああ、もう見えてきてる、夢の印税生活。好きな本やゲームを経費と偽って計上する未来が。だいぶ横島な未来像ですね。エアガンとかも資料ってことで経費にできるらしいよ。そのお話後で詳しく。オーケー、ゆっくりたっぷりね。おいおい、そういうのは後にしな。はーい。でだ、孫シャンにも協力してもらって、最近アコライツと遭遇した場所をマッピングした。それがこちらです。渋谷ですね。ビンゴ。そう、渋谷の急成長がすげえ。でもこれだけじゃどうしようもなくない？アコライツが渋谷での活動を活発化させたのと、同時期にブイブイ言わせ始めた連中がいる。渋谷を拠点にしている半グレ集団、聖地連合っつうやつらだ。そいつらをぶっ倒そうぜって話？それができたら楽なんですけどね。まだ未確定でして。つまりそれを調べるのも今回の任務だと。チェケラ。渋谷に来ては見たものの、まあ特に何があるわけもないよね。普段から利用してますし、違和感があればその時に気づいていますね。半グレは極道とかと違って見た目でわからねえしな。仮にそれっぽい人がいても直接聞くわけにもいかないですよね。さすが、俺のソウルメイトは言うことが違うぜ。こういうポジティブな思想が人生には大切だぜ、な。しかし、実際問題としてこれからどうしますか？そうだな、とりあえず。おい、ちょっとこっち見ろよ。うわ、ビンゴだ。やっぱこいつだわ。
賞金かけられるやつだけあっていいね。強気じゃん。賞金？ヘイボーイズ、賞金って何の話だ？なんだこいつ。He said boys, not my dudes. 関係ねえ。全員ボコってガラさらっちまうぜ。だね。それじゃあさっさけ。Localization guys taking too many liberties.よっしゃよっしゃ。I feel like it's one guy, not a team, because of the typos and shit. この素敵な顔が歪んだらどうするんです？ターゲットとしてですよね。ええ、もちろん。他にどんな活用法が？ほう。なんだよお前。うえ。なに？格闘技やってたの？いえ、緑稽古だけの独学です。そういえば柔道画と合わせてよく格闘技の動画も見てましたね。おう、それを独学の緑稽古と表現するのか。大丈夫ですか？それは失礼いたしました。ではもう少しだけご自分を大事にしてください。そうしたら安心できますから。ターゲットとしてですか？はい、もちろんです。ヘイボーイ、起きろ。ちょいと話を聞かせてくれ。さっき賞金がどうのと言っていたが、あれはどういう意味だ？おめえ知らねえのかよ。そいつを連れて行けば。That's usually how bounties work. Imano Nihon de Bounty Hunter Toa. Amazing, Dana. Shoki? Diddy, Emono Mitsketame de Kareo Minai de Kasai. Stenai, Stenai, Ste. Ayashi, Disney.何が起こって、ああ、おっと、また来たな。ですが、あの人たちは。You mean those people? 悪魔を連れてる、ね。アコライツか。今度には分かりやすくていいですね。デビルダウンロード！なんとか勝てましたね。This is wee shit. でもなんで賞金なんか。調べることが増えたな。だが手がかりかもしれない。確かに行動は大事でしたね。二人一組、ツーマンセルで情報を集めてみようぜ。こいつは？その間は。ネカフェのトイレとかでおとなしくしていてくれよ。それじゃ行動開始だ。 I do my best work。 さて全員再集結したところで、おのおの集めた情報を出し合おうぜ。あたしらが分かったことは、リカへのナンパがすごかったわ。そうですか？
いつもあんな感じですが、蜜に宝ありのように、次から次へ、マジヤバい。そしてそれを梨のつぶてで払いのけてグリーカもヤバい。クールすぎて危うく惚れ直すかと思ったわ。それはどうも。メガキン、ソンシャン、そっちは？俺は5回ほど胸ぐらをつかまれたのと、3回ほどメガキンファンに囲まれて大変な騒ぎになりました。メガキンは目立ちますからね。なんだかんだ有名人になっちまってるからな。だがおかげでいい情報をゲットできたぜ。動画で取り上げてくれよって向こうから言ってきましたもんね。新スタイルのハンドスピナーが中国で開発されて大人気の兆しが。真面目に。すみません。ハングレ集団、聖地連合、ボスはハヤテと呼ばれているそうだ。そのハヤテって人はプロ格闘家ですね。前にネットで動画を見た記憶があります。ただ公式試合で対戦相手の目に指を入れるなどの悪質なプレーで、現在は無期限の謹慎処分中だったはずです。そのまま悪い組織の仲間入りってわけだ。闇落ちだね。向こうも有名人だったか。そいつがお前さんに賞金をかけたのは間違いないらしいんだが、目的がわからないんですよね。身柄と引き換えに賞金を渡すと、それだけらしくって。問題起こして狙われるタイプでもないしな。あ、こらいつ。可能性は俺も考えた。だが確証がねえ。皆さんちょっといいですか？どうかした？どうも。向こうからヒントが来たようですよ。あ、こらいつのダウンロード。Oh no! あん、ムカつくんだけど。さて。Tree. Not unlock any of her skills, so I should probably do that. 思ったんだけどさ、賞金稼ぎの途中をこうやってぶちのめせばよくない？ Hey, Irene. そいつはダメだ。力を誰かで構わず使うようになったら、それはアーコライツと同じだ。俺はお前たちがそうなるのだけは我慢できねえよ。冗談よ、冗談。まあそうだよね。お、ヒントらしきもの発見です。こちらもです。何かの半券みたいだね。これ地下闘技場の入場券です。100円。
闘技場って何？漫画の話？実在するアンダーグラウンドな格闘技場です。違法な賭博として反社会団体の資金源になったりしてるそうですが、何でもありの戦いで真の強さを求める者にとっても需要があるそうです。随分と詳しいな。ネットで見ました。動画もあってすごかったですよ。どうしてですか？とても熱い戦いが。ガンファイト系の方がお好きということですか？では先日見つけた某北欧の軍が紛争地域で戦う動画がいいですね。石造りの壁を貫いてくる50口径のシーンは手に汗握りますよ。フィクションほど派手さはないものの、現実であるがゆえの緊張感があります。武器の有無の問題じゃない気がするんだけどな。その話まだ続くのかい？いえ、今でなくても構いません。また後で続きを。この地下闘技場の半券、住所が書かれてますね。マメなことで。もうそこ行けばいいんじゃない？殴り込みですね。わかりやすくていいです。反社会団体主催でマジな格闘家がたくさんいる中にですか？しかもこれよく見たら小さい文字で主催に聖地連合の文字が。いえ、まとめて処理できるのは効率的でいいですね。まあ待て待て、殴り込みはさすがにリアルじゃねえ。助っ人が必要だろうな。連絡してみるからちょっと待っててくれ。あれ、向こうから怖い顔でこっちに来るのってアコライツじゃない？そんなさらっと。先ほどの二人だけだったと考える方が変ですよね。そうなんだけどさ、メガキン抜きか。さあやりますよ。デビルダウンロード。キーだぜ、メン。ちょうど今シルバーアクセの店を見に来てて渋谷にいるらしい。あ、どうした？何かあったのか？あったといえばあったんですが、平常運転といえば平常運転ですね。アコライツの。あ、失礼、少々よろしいですか？いやいや、そうした類のものではありませんよ。そう、どっちでもねえさ。よう、よく来てくれた。この人が新メンバーですね。ああ、そうだ。紹介するぜ。サイ・ジュンユン、リベレーターズの仲間だ。コードネームはカンガルーボクサー。以後、よろしくお願いいたします。自己紹介はいいから、とりあえずまた教われる前に。 You think his nickname might have something to do with spiders? とてもいい考えです、リリー。皆さん、さあ、行きましょう。
かしながら、またジュンユンは日本語が上手になりましたね。そうでしょう。しかし、シャンも素晴らしい言葉を使います。そう言ってもらえると嬉しいですよ。はいはいはい。上海人と台湾人、こんなところで褒め合わないの。あの二人の挨拶みたいなもんだ。放っておいてやんな。なお、孫シャンが上海出身で、在ジュンユンが台湾出身です。ありがとうございます。日本語は漫画やアニメで学びました。でも、それのせいで最初の I watch a lot of anime and I've barely picked up any Japanese. There's a few sentences, but that's mostly from, like, learning Japanese tapes. Not really from anime. Riri, とても昔の話はやめておきましょう。もう私の癖は今は治りましたからね。在順雲は俺が知る限りで一番強い男だ。地下闘技場への護衛には最高だろう。そう言われるととても嬉しいです。実際私は強いです。格闘技はもちろん悪魔の使い方も人一倍です。あ、いい機会ですからどうです新人さん、私と一戦してみませんか。おいおい、そんな暇は。漫画などでよくあります。戦いで親睦を深めるんです。よろしいですね。それでは。上着は脱がなくていいですよ。隙を見てすぐに脱ぐんだから。やれやれだぜ。デビルダウンロード。良い力です。私、とても気に入りました。仲良くしていきましょう。交流会はもういいかな。そろそろ行こうぜ。はい、地下闘技場へ行きましょう。東京ドームの下ですよね。え？地下闘技場は東京ドームの下にある。漫画にそう書いてありました。また分かりにくいネタを。賞金首の新人さんは顔を隠せるマスクが必要ですね。急いで買うのがいいでしょう。知り合いの店が近くにあります。彼あんな調子で人柄と顔がいいのでよくモテるんです。誰に対してもああなのであまり勘違いしてはいけませんよ。わかりましたか。ダメな人ですね。とにかく気をつけてください。いいですね。さあみんなで一緒に行きましょう。
Figure fuck it. I've got so many of them, I might as well use one. Probably should have used them a lot sooner. にあるわけじゃないんですね。この場合の地下はアンダーグラウンドの意味だな。闇のとか非合法のとかそういうのだ。渋谷の駅の近くに地下闘技場があったとは驚きです。アクセスが良くて助かりますね。まさか頻繁に来る気ですか？うん、冗談です。今の間は一体。しかし順位を出しにして入場できたのはいいものの、これからどうします？入場チケットがないと入れないってめっちゃ強く言われたのに、出場選手の付き添いだって言ったらすぐ入れたのは笑ったよね。代わりに順位が連れてかれましたけどね。だがこれで客側と選手側両方から観察できるってもんだ。アコライツ関連の組織ならこれで何かわかるだろう。まずはじっくり探索を。メガキ、探すまでもなくそこかしこにありますよ。デコヒーレンス領域の痕跡です。おう、確かに目を凝らせばめちゃくちゃあるな。この痕跡の量相当やってますね。逆にありすぎて何からしたらいいか迷うレベルだぜ。まずは取っかかりを。そんなの簡単じゃん。ねえ、ちょっと。何か。はい、やってって人に会いたいんだけど、どこにいるんですか？そうしたことには答えられないのですが。そっか。それじゃあさ、アコライツって知ってるよね？こちらへどうぞ。一体どこでその名を聞いたか知らないが、バカな奴らだ。それはこっちのセリフだ。行くよ、ホメクレス。あんた、ムカつくんだけど。まずは取っかかりだね。警備員はホムンクルスだよ。強引な手段を使いますね、リリン。リリンの書くラノベって面白くなさそうですね。はあ、最高の異世界転生もののやれやれ系、俺強えよ。まあいいさ、取っかかりができたのは事実だ。なんだか悪い笑顔を浮かべていますね。方針を決めたからさ。みんな聞いてくれ。今回の方針はこうだ。
この地下闘技場を完全にぶっ壊すぜ。この地下闘技場を完全にぶっ壊すって何をする気なんですか。なーに、簡単さ。ここは格闘技場であるとともに賭博場でもあるわけだ。そのルールにのっとり賭けをしてやろうじゃないか。それはただ遊ぶだけじゃ。俺たちには2つ有利な点がある。1つ、俺たちはサイ・ジュンユンの実力を知っている。2つ、俺にはメガチューブで稼いだそこそこの額の金がある。それを合わせれば少なくともここの上の連中を引きずり出せる。カジノならともかく、この手のギャンブルでそれは。ここのパンフ読んでみな。面白いことが書いてあるぜ。おお、なるほど。これならいまいちわかんないんだけど。続きまして、本日の第8試合のご紹介です。現在7連勝中の人気投手、ファンキー斉藤 VS 飛び入りの投手、カンガルーボクサー。賭けの締め切りまであと30分です。そら来た、ちょいと行ってくるぜ。ブラックカードでしたね。何をする気なんでしょうか。やれないことはないはずです。ただし条件は。おっと、先ほど我々の仲間が君たちと行動を共にしていたようだが、連絡が取れなくなった。何をした。リベレーターズがホムンクルスを見つけたら決まってるでしょ。あん、ムカつくんだけど。この様子からすると警備員は全員ホムンクルスですね。それよりさっき言ってた賭博場を潰せる条件って。それは2つあります。1つは賭けに必ず勝てること、もう1つは少ない勝利数で勝てるだけの莫大な資金があること。少ない勝利数って。途中で必ずストップが入るんですよ。賭博場でのお決まりですから。ですが胴元と勝負するタイプではないこのような場合、胴元が負けることはありえないのではないですか。その通りです。手数料的に配当金の 10% が胴元に入る、そんなシステムが普通です。ですがここは違う。昔強すぎる投手がいて賭けが成り立たなかったことがあるそうです。その投手の名は当時まだ若手だったハヤテ。主催である以上、ハヤテはここでどんなオッズになっても必ず賭け金の 10% 以上の払い戻しを約束しています。それは今も有効なんです。なるほど。
ちよくわからないな。さてどうなりますか。さすがにとても疲れてきました。信じられません。飛び込み投資が4連勝、そして賭けもこんなオッズの偏り見たことがありません。今回のオッズは1対8845万8927でした。これって大丈夫なんでしょうか。すごいですね。これメガキン一人で。途中からザイ・ジュンユンの強さを知った人が乗ってきてます。私ラノベ作家目指すのやめてメガチューバー目指そうかな。ヨーメン、楽しんでるかい。それはもうとても。オーケーオーケー、こっちも支払いについに待ったが入った。そろそろ来るぜ。みんな警戒し。お客様、我々のボスが支払いに関してお話をしたいとのことです。待ってたぜ。こいつらと一緒にハヤテのところに連れて行ってくれ。ハヤテ様、お連れいたしました。いやあ、ここの格闘技場を仕切っているハヤテだ。存じています。おや、そうなのかい。プロ格闘家としての最後の試合、忘れられません。まさに相手を殺すためのファイティングスタイル、あれこそ本物の戦いでした。これはこれは、さすがに嬉しいね。しかも女の子とは。それよりさっきの賭け金の払い戻し金の話をしたいんだが。そうだな、ではこちらへ。VIP ルームがありますね。覗いてみるといい。そっとね。うん、テレビで見たことある人だ。政治家の。与党の重役も見受けられますね。あっちは銀行の頭取では。そう、この場所は単なる格闘技場と賭博場というわけじゃない。あと2試合が終われば違う催しをする場に変わる。老若男女、そのオークション会場さ。相談に乗ってもいいけれど、多分想像しているのとは違うよ。ここはね、対象者を好きにしていい権利を。Well, yeah. What else would buying people mean? あのリングの中で何をしてもいい。そういう契約をね。そんなのって。おおよその人々は暴力を好むが、それ以外もいろいろある。さまざまな対象に対して。さまざまな性癖があるものだと驚かされるよ。買ってやって楽しむもよし、それを見て楽しむもよし。そんな場所なんだここは。そして人ってのはそういうものだ。みんな心に闇を抱えている。窮屈なこの世界で。 Hey boy、その胸クソ悪い話はどうでもいいんだ。さっさと俺のマニーを出せよ。 10% のボーナス付きでだ。はあ、今見せたようにここは現代社会のストレス公衆便所だ。漏らす前に誰もが駆けつけてくる。特に金と権力を持つ者たちがね。トークはいい、マニーを出せ。それとも払えないのか。その通り。君へのバックは現在ここにある資金を超えている。
知ったこっちゃねえな。破産でもするといい。そうだ、金をよこしな。踏み倒そうったって。なぜリリンが生きり出したのか理解に苦しむのですが。ああ、彼女もかけてたんですよ、最後の試合。なるほど、この上なく納得できました。今見せた光景と説明、それが何を意味しているか考えてほしい。ここは必要な場所なんだ。亡くなると困る人がたくさんいる。特に力を持った人たちがね。脅迫かい？まさか。説明しているだけだ。これから君たちが受ける理不尽な暴力の理由をね。この人たち、コムンクルスですか？殺さずにな。商品として使う。無駄は良くないからね。それじゃ、また後で。待ちな！お前、アコライツなのか？おい！おい！追いかけるぞ。雑魚をぶっ飛ばしてからな。片付いた。追うぞ。ハヤテはアコライツですよね。あのリアクションのなさは何とも言えねえ。オムンクルスを利用してるだけの一般人の例は過去にもあった。アコライツではないが、アコライツと協力関係というやつですか。問いただすしかねえな。仲間を賞金首にした理由と一緒に。こちらの少女255万円でハンマープライス。お買い上げのお客様、どうぞリングの上へ。この商品は私の娘によく似てて、何としても落としたかったんだ。いやー、嬉しいね。どうやって苦しめてやろうか。これ最後は殺してもいいんだよね？もちろんでございます。道具は針からチェーンソーまでこちらでご用意済みです。どうぞ存分にお楽しみください。それじゃあ早速。ってことをしやがる。これはひどいよ。あれは美学も意思もありません。ただの性癖を露出しているだけ。
二流のホラー映画以下ですね。急ぎましょう。おっと、やっぱり出てくるのか。さっさと片付けて、ハヤテを追うぞ。デビルダウンロード。夢が叶ったようだ。楽しい。それそれそれ。これがあいつらの商売だってのか。こんな。それともこれがアコライツの目的。でもそんなのは。とにかく急ぎましょう。It's gonna be the shop now. Yeah. Fuck your shop. I don't know what I'm.私んちマジ貧乏なの。こんにちは、D2 さん。こんにちは。Let's go into all the wrong menus。万物が交わりし狭間、疑心境界。なんというまがまがしさだ。悪魔が誕生したぞ。Might actually already have a chimera. That I think of it.Yeah, like right there. Oh, it's not a common one though.Chimera, is it?
Pretty sure that's yellow, right? I'm a little colorblind, but I'm supposed to pick a yellow one of these. It looks more yellow. Look at that, I had the ingredients the whole time. こんな商品はいかがでしょう。きっとや。I'm just gonna make more Horuses because seems like an effective use since you can use one stars to make a three star. Or not. Guess I can't anymore. Never mind. Got levels because I use level things. Gotcha. Neat. Now how effective these two get there. This is a mystery spot. Not a mystery spot, but a to be determined spot. Have to get something worthwhile in there. Well, then why not the white eye? Yeah. It's just gonna be a leveling spot. I'll have to figure out how to make the Zhang Kui next. I was reading guides on how to make that thing while I was going through the story. I'm gonna read about Zhang Kui or whatever his name is. The other thing I was told I should get. That after reading on, I'm like, yeah, I should get. その新プレゼが僕は好きなんだ。とてもね。本当ならあれだけを続けたっていい。プロレスでもいいな。けれど、このオークションこそが必要なことだからね。君たちに協力する悪魔にとっては甘美な。He seems a lot harder to get. 人々の苦しみと絶望、それによって引き起こされる他者の歓喜。相反する二つの魂の力が合わさり、カオスとしての力が生まれる。このスペシャルカクテルこそ、一部の悪魔たちにとっては欲するもの。そして、そうであるからこそ、アコライツにも必要なわけだけど。やっぱり、僕としてはプロレスの方が好きなんだよね。ハヤテ君にはわがままを聞いてもらっているよ。彼も好きらしいからね。ウィンウィンだ。いささか愚かしい光景だと思うのは私だけだろうか。何とでも言っていいよ。だってこれは必要なことだから。人には必要なものがある。種の存続はもちろん、生きるために食事に排泄、睡眠に繁殖行為、それらは必ずしも美しくはない。アーティストが綺麗な表現を用いたとしても、それらは事実醜いものだ。
けれど必要なこと。この光景も同じなんだ。人が人を傷つけ、苦しみと愉悦を味わい、悪魔にカオスを提供する。これこそ人にとって必要なこと。そう、人類の絶滅を防ぐため、ベニタスによる人類の完全なる家畜化。気に食わないかな。さてね、ただ一つ言わせてもらえるならば、リベレーターズは黙っていないだろうね。あの若者たちか。新人にとても有能なものが入った。知っている。あの共感指数はもはや異常なレベルだ。それで賞金を。小賢しいものだね。あれはハヤテ君だ。警戒しろと伝えたらあのざまだ。根がとても素直な少年なんだ。だから嫌いじゃないんだよね。リベレーターズね、その力見せてもらおうか。次から次へと。どんだけホムンクラス仕入れてんの。デビルダウンロード。もうあの女の子が限界です。あれ以上は命に関わりますよ。That's hot. いつも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 お前はパパを苦しめてばかり。お前はお前はお前は。Okay, then. よし、二手に分かれるぞ。テンプラドラゴンとアイリンはこのままハヤテを追ってくれ。他はリングだ。行くぞ。Into the ring, we're gonna gangbang that girl. Is that not what's going on? Did I read the room wrong? あの子はメガキンたちに任せればいい。はい。ホムンクルスでは抑えきれないか。ならば我々が。アコライツのダウンロードですね。ご名答。あんた、ムカつくんだけど。
けるわけないじゃん。よし、さすがにもうこれで。やれやれ、おてんばなお嬢さんたちだ。追い詰めましたよ、ハヤテさん。追い詰めた？まさか冗談でしょう。私の方が君たちに会いに来たんです。リベレイターズの皆さん。知っていたのですか？マスクのせいで気づくのが遅れたが、賞金首と一緒に来たのならね。ならば話は分かりますね。覚悟。まあ待ちたまえ。おい、連れてこい。何なんだよ一体。だから何？これから君らが抵抗するたびに彼らを痛めつける。例えば、ほら君、握手をしよう。まあこんなところか。やめろ。だったら何をするべきかわかるでしょう。卑怯な。縛り上げる。Adam, please. Alright, so making the Zanqui guy super complicated. And I don't think I have nearly what I need. Awaken the Sandow Clan or whatever the fuck its name.Need lots of things.悪魔が君を待っている。なんというまがまがしさだ。合体は成功だ。
Oh, that'll be... Well, shit. Okay, I guess I'm not making anything new for a while. されている。確認してくこっ銃の動画見ますか。こちらはリベ次の動画次の動画どうしよっか。Alright, time to check on my energy in all the other games.